こんにちは。今日からですね、2011年のサマー展示会をやっておりまして、こんな寒いんですけれども、すごくカラフルで真夏にぴったりのお洋服をたくさんご紹介していきたいと思います。今回はこの丸のサークルをテーマに、いろんなアイテムに落とし込んで作っていて、まあ、こういう円形の異素材の切り替えとか、ちょっとこうシアー素材を重ねてみたりとか、こうバッグとかもこう丸とかですごい可愛かったり、こういうオリジナルの柄もね、サークルをモチーフに作っていったりしています。普段からモノトーンを基調に、カラーベースも多いんですけど、この夏なので特に赤とかグリーンとか、こういう黄緑系の差し色が今シーズンのすっごいおすすめで、たくさん作っています。なのでちょっと水着もチラチラ紹介していこうかな、はい、結構ね、水着いつも気になってる方多いので、今年もね、いろんな形を作っていて、こういうワンショルダーのトップスとか、絵、はラッシュガード、ラッシュガード使えるやつですね。ワンショル風になってるのが、あ、本当ですね、本当だ。でこのバスト下でキュッと締められるので、はい、水に使ってもタコタコなりません、うんうん、なるほど。ショートパンツとかもあるので、もうもはや服だよ。本当ですね。なんかそのまま全然リゾート歩けちゃいそうな感じで。子供とかと遊んだり、あとはオールインワン、去年すっごい人気だったオールインワンタイプもあります。はい、バストのラインが見えないように、はい、デザインもちょっとアシンメトリーな感じに変えています。で背中はしっかり開くので、はい、ちょっと隠しすぎない。でもなんかお肌とか。ラッシュガードとかを上に重ねてもらったら、はい、日焼け対策もバッチリですね。ショートパンツとかさ、オールインワンにも全部こうやってファスナーでポケットつけてるので、それ本当に嬉しいですよね。本当に便利ですよね。ハンガーにかけてると可愛く見えてない、 ちょっとハンガーにかけると分かりにくいんですけど、はい、こんな感じで後ろがこんな感じ、ストラップがシンメトリーなカラーになってます。チラッと配色になってるんでしょうか、はい、ここが私結構その子供とさ、はい、お家でプールしたりとか、はいはい、サウナとかすごい好きだから、そうですよ、サウナかなり水着いるからすっごい使ったのが、この辺の黒のセットアップとか、はい、あとなんかあんまりそのサウナに入るのに肌露出したくないから、なるほど、ショートパンツとかはあるとめっちゃ便利。確かにアニマル系の柄もこの柄も可愛いですね。大人可愛い感じの、このトーンだからすごい使いやすいです ですね。まあね、夏なんでね、やっぱこういうキャミワンとか着たくなるよね。着たくなりますよ。なんか去年の夏キャミワンピースすごい完売しちゃって、そうそうそう、大変だったじゃないですか。だから今年も作ってるので、買い逃した方ぜひぜひですね。ギャザーになってますね。もうね、全部ね、長さが調節できるので、はい、身長に合わせて丈感とかバストサイズを変えられるように。便利、はい、オリジナル柄かわいいです。アンスリードらしい。今回これ私が描いたんだよ、ね、あ、そうなんですね。エイトの気持ちになって、エイト君の気持ちになって描いたポッて1枚で着れるんだけど、背中がこうやって開いてるから、はい、ちょっと中に今紹介したような水着とか入れても可愛いんだよね。確かにそうですね。しかもそれを取るのがあると全然水着使えるし、はい、確かにそうですね。私いつもこのベーシックなタイプの、はい、これかこれとかはもうすっごいインナーに使ってた、インナーに使ってでさらっと羽織れるじゃない、着れるようなワンピース着てって感じ。はい、サークルのバッグ、かわいい、これかわいいです。そう、いろんなサイズになってるので、はい、割と内容量もしっかり入るし、一、うんうん、つ例えばお財布代わりに使ったり、はい、こっちはなんかコスメ系とか、うんうん、こっちはまあメインのもの
もろもろ入れられる。あーこれかわいいです。もうショート丈 の, あのブルゾンになっていて、まあ、今年ちょっとトレンドがショート丈なんですけど、しっかりアウトドアに使えるような防水3つの防が、はい、素材作って、でこれすごい着るとかわいくて、まずカジュアルに着てもいいし、はい、結構ふわっとしたワンピースとかの上に、ね、うんうん、着てもいいし、ロンティーなんだけど実は防虫加工っていう、防虫加工ってすごいですよね。はい、も作ってみました。すごい、すごいおすすめで、左右アシンメトリーなデザインなの。白はこんな感じ、白もいいですね。そう、真っ白なのでこれはすごく合わせやすいかも。使いやすい、なんかね、真っ白だけどこうちょっと左右アシンメトリーなデザインがポイントになって、でも毎日履きやすいと思う。声がなんか変、声がなんか乾燥してるからこれね、ドットになってるんだけど、かわいいです。すごい軽いの、変形のプレートになっているのがすごくかわいくて、ね、私の一押しは赤です。赤です。このターコイズもかわいいし、まあ、白黒はすごく使いやすいし、ピアスもイヤリングもあります。夏に映えそうですよね。結構あの夏だとね、やっぱり肩周りがすっきりしてくるので、はい、アクセがすごく映えてくると思う、うん、これはあらゆるところがあるね。そうですね、見つけるの楽しいですね。丸と丸があるでしょう、ね、こっちの色もすごい可愛いんだよね。本当ですね、この色がアクセントになっていてこんな感じ。これも26日からプレオーダーが全部始まってます。私が今着てるシャツとかはね、そのシャツすごい皆さん可愛いってお声が、やっぱももさん着てるし、ね、すごくね、たっぷりボリュームがあって可愛い、はい、ね、オリジナル柄のドットシリーズも可愛いね。こういうオールインワンに重ねちゃってもいいんですよね。そうそうそう、シャツとかなんかこういう、結構ね、これは背中も胸元も空いてるので、うん、こういうものをこんな感じで重ねるのがすごく、はい、嬉しいですね。あ、そのオールインワンですね。今回おすすめの黄緑色なんだけど、うん、これオールインワンになってて、はい、なんか裏地でくっついてるのね、こういう感じで、はいはいはい、1枚で着てもすっごい楽ちんなのよ。確かに、そう、立ったり座ったりしてもここが中がすごく伸びる素材になってるので、うんうん、割とカットその素材だけど結構綺麗めにも見えるの、ちゃんとして見えるし、簡単な形の感じの、すごい形綺麗ですね。すごい綺麗なのですよね。めっちゃ綺麗。私ね、ちょっとさっき緑色を紹介しています。見てくださいこのワンピース本当に本当に本当に可愛いです。何色にするか迷うよね。すごい迷います。もう4色ありますもんね、迷っちゃいますよね。黒とグリーン、はい、あといろんなところが調節できるっていうのも、フロントの丸も可愛いし、はい、何色にします、ももさん。迷ってる、迷ってますねまだ決めてないあとはちょっとはい、これすごいアンスリードらしいワンピース、色味も素敵です。素材がミックス感あります。はい、動きがあって可愛いです。じゃあちょっとスタッフコーデも紹介していきます。じゃーん、青山店安田です。感じです。これはね、ニットのベストがこうちょっとシアー感のあるニットのベストにね、中にシャツを合わせてるんだよね。このスカートがすっごい可愛いです。このドッキング感、アンスリードならではの感じ、異素材ミックス感、プリーツとシャツ地と、ここはワッシャーのフリルになってる、はい、3素材のスカートです次は青山店の三浦さんです。今日はね、この胸元が開いているワンピースのダークグリーンを着てくれています。裾のサイドにギャザーがたっぷり入っていたり、背中の部分にもギャザーがしっかり入っていて、ボリュームがたっぷりで
可愛いです。身長168か、結構身長高い方でもあのサイドのギャザーでね長さを調節できるので割といろんな身長の方に着ていただけるかな。このウエスト周りがねすっきりしてるからちょっと大人っぽく着れるワンピースになっています。次は青山店のさがらちゃんパーマ当てて可愛くなったT シャツ着てるんだけど、これはね今回のアイコンのサークルがちょっとビニールのシア感あるものをドッキングされている T シャツです。ここにアンスリードのロゴがあります。結構ねゆったりチュニック丈だからこういうカラーのテーパードパンツとかにすごく相性が良いです。似合ってる。あ、そうそう、そこ大事だよね。そうそう一番隠したいところはしっかり隠れておりますありがとう。じゃあちょうどあの26日からアンスリードのオンラインストアの方で、一部プレオーダーが始まってますので、今日はちょっとご紹介をそちらの方していきたいと思います。